はい、ウォーフレームやっていきます。ヤソウです。今回はね、前回確か何だったっけ、バロ吉、バロ吉の、説明したんですけれども、まあ、ちょっとね、よくよく考えたら俺ってもしかしてアスペじゃねっていう、前回動画出した理由としては、何だったっけ、白い枠のモッドって何ぞやという感じの質問をいただいたから、あの動画出したんですけれども、ね、動画の内容としてはバロ吉の説明だけみたいな、もう完全アスペの状況、そういう感じの動画出しちゃったんで、今回は、白いやつの、いや、白いやつじゃないや、卑猥だわ。白い枠の、モッドを紹介していこうかなみたいな、きちんと、きちんと説明していこうかな、入手方法から、何々から何までみたいな感じで作っていこうかなと思います。はい、ということでまずは白いモッドの入手方法からですかね。まあね、前回まあ一応説明はしたんですけれども、まあバロ吉の説明がメインだったんで、今回きちんと説明すると、まずバロ吉から買います。はい、それだけです。まあ、バロ吉っていうのが、2週間に1回しか来ないと。この動画投稿された、これ今日日曜か、投稿された来週かな？来週、来週来てくれます。はい。まあ、何持ってくるかちょっとわかんないですね。調べてみてないんで。なんですけれども、まあ、その知識さえあればいいかな、みたいな。で、そのモッドの買い方としては、商人から特殊なデュカットっていう通貨で、買うと。まあ、これもね、前回ね、紹介した内容なんですけれども、まあ、今回ただ、普通に前回と同じような内容をちょこっとやるっていうのも、なんか、芸がないんで、今回は、レジェンダリーモッド、白い枠のモッドを全集みたいな。とりあえずリスト作っちゃおうかみたいな。どんなものがあるのかっていうのをちょっとね、動画化していこうかなと思います。まずは、モッドの総数から。レジェンダリーモッドは結局何枚あるのかっていうのをまず説明していこっか、じゃあ。まあね、中にはちょっとね、入手方法がめんどくさいやつがあって、2枚かな。現在実装されている、レジェンダリーモッドの総数が23枚だったかな、確か。23枚ある中、その2枚だけはめんどくさいと。まあ、どういう風にめんどくさいのかっていうと、ログインボーナスで手に入るモッドなですね。何日だったっけ？200日と400日だったかな？確か。200日と400日で、もらえると。そこもね、後で説明していこうかなと思います。はい。まあ、ただね、ちょっとね、1枚だけ持ってないんですよ。400日ログインボーナス、僕持ってないんですよ。そうなんですよ。サボっちゃうんですよ。ログインサボっちゃうんですよ。今日はいいかな、みたいな。サボっちゃって、400日のやつ自分は持ってないんですよ。ただまあまあまあ、持ってなくても説明はできるかなということでやっていきます。始まりってなんだよって はい、ということで、モッド画面です。モッド強化のところですね。ここで見ていきましょう。ということで、まずはそうだな。左から順に見ていくか。まずはそうだな。この3枚。プライムド、バーン・オブ・コーパス、ボーンかな？ちょっとわかんないですけども、グリニア、インフェクステッド。まあね、この3枚は何なのかっていうと、まあ、勢力モッドですね。はい。勢力モッド。まあ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 、プライムドモッドっていうのは全部何か元があるんですよね。元っていうか、弱っちい方があると。それのプライムド版と。で、最大まで上げると 55% ずつ勢力ごとに上げれると。でね、この勢力モッド、まあ、使わなくてもいいっちゃいいだろうけれども、この3枚はね、正直、デュカットもね、最初の方だとね、なかなか集めることっていうのが難しいから、正直ね、まあこれ、3枚とか買ってる余裕はないかなって。ただね、このモッドね、かなり使い方次第じゃかなり強いモッドです。はい。なぜかっていうと、このモッド実はね、まあ、勢力限定になっちゃうっていうところがあるし、あと、オロキン勢力にも効かなくなっちゃうと。まあ、亀裂ミッションとかでもあんまり有効に使えなくなっちゃうと。で、いちいちビルドを切り替えていくのがめんどくさいと、そういうちょっと手間があるんですけれども、まあ、火力だけを求めるんだったらこれが一番強いと。ね、どういうことかっていうと、この勢力モッド、実はね、なんだっけ？そう。勢力モッド、普通の属性のモッドをつけるよりも多分火力は上がります。はい。
まあ、なぜかっていうとこの勢力モット実はね計算式が違って最後の最後にこれを加えていくって感じ、加えるってか乗算していくみたいな感じの計算式になっていくとダメージ関係でね、まあちょっとミクロな話になっちゃうけれども、まあ、要するにこれつけたら、まあ、その勢力だけは強くなるという感じのモットですね。だから、案外ね悪くはないモットなんですけども、ただ切り替えるのがめんどくさいということで、やはりマックスまで育ててる人って少ないのかな。僕も9までしか上げてない感じだし、そういう感じかな。まあ、あんまり余裕はないかな。このモッドを集めてるほどの余裕はないかな、最初のうちっていう。はい、次、プライムドコンティニティ。これはもう、買ってください。今すぐ買ってください。強奪してください、バーロキチから。はい。それぐらい変わります。はい。普通のレアの方だと、30% だったかな。30%。でプライムドコンティニティのプライムドレジェンドの方だと、55% と最大このね 25% の差がだいぶでかいんですよ。実は効果時間っていうのはだいたいバフ関係だとかあと CC 関係のねフレームとかによく使われるモッドなんですけども、基本的に何に入れても困んない感じかな。まあ時短構成とかちょっと特殊なビルドだとちょっとこれ扱うことはできないんですけども、あるとかなり変わってくる、世界が変わってくる、そういうモッドです。はい、はい、次プライムドクライオラウンド言えた、よし。はい、これねまあちょっとねコストが重たい、コストが重たいのとこの曲線正直使いづらいっす。はい、次、プライムドファーストハンド、これはねまあまあトントンかな、トントン。はい、次プライムドフロー、これも買っておいて損はないでしょう。柔らかいフレームに QT とこれをつけることによってめちゃくちゃ硬くなると、強いよ強い。はい、次プライムドフューリー、はい、これはねちょっとねログインボーナスとログイン報酬と感じなんで、ちょっとねデュカットの方とかではもうログインするしかないと。これはちょっとねまあ特に言うことはないかな。まあ強いでしょう、普通にいいでしょうこれは。はい、次、プライムドヒーテッドチャージかな、読み方わかんない、これいいね、これ僕大好き。はい、はい、次、プライムド、ヘビートラウマ、衝撃ゴミ。はい、次、読めねえ、まあアークウィングのモッドですね。これは威力を上げると、まあ有用性はないでしょう、正直必要ないでしょう。エルトロンぐらいじゃないの。次、アモの、弾薬変換モッドですね。弾薬変換の、ピストルバージョン、これね案外ね使えるんだよね。これ結構使える。特にねセカンダリー武器って案外弾持ち悪い武器ばっかりだから、案外ねいい感じに働く時があるかなみたいな感じかな。ポックスとかにもつけてもいいし、僕はアジマにつけてますね。アジマ使わないけど。はい、次ピストルガンビット、クリティカル確率のやつですね。これは強いでしょ。これ必須、ピストル使う上で必須。次 PPB、プライムドポイントブランク、読み方わかんないです。はい、これ基礎ダメージモッド、ショットガン必須ですね。これなかったら話にならないです、ショットガンは、はっきり言って。はい、次 PPP、 プレッシャーポイント、これも必須でしょう。確かコモンの方だと 120% か上限が、で、こっちの方が 165% と、上限が 165% となっていく感じなんで、45% か差額の、差額じゃねえや、差が、この 45% 実はねでかいんですよね。近接って結構ね売買ゲームな部分があって、この 45% が変わってくるっていう状況結構あるよ。はい、読み方わかんない。はい、次、P リーチ、買え、よし。はい、次、リゲン、プライムドリゲン、リーゲンっていうのがよくわかんないです、これ。普通のコモンだと1回しか復活できないのに関わらず、このモッドは実は3回、しかも11秒間無敵になると。センチネルはもうこのゲームでは絶対必須のやつなんで、せめて買ってください。これも買っといた方がいいです。はい、はい、次、ライフルの、弾薬変換モッドですね、いらない。はい、次ショットガン、ショットガンもいらないでしょう、ゴミ。はい、次マガジンサイズ、これもね案外いいんじゃねえかな、案外いいと思う俺は、これ全然いいと思う、ありだと思う。なぜかっていうとピストルは、結構ね扱いづらい武器が多いから、マガジン増やしてごまかすみたいなところもあるかな。はい、次、ターゲットストライカー、
ピストルのクリティカルダメージ。結構これも使うかな。うん。うん。使うかな。うん。なんだっけ？どれだ？ガンビットか。ピストルガンビットと組み合わせるとかなり強くなるということなんでね。うん、ぜひ持っておいた方がいいかなと僕は思います。はい。そんな感じかな。うん。あ、最後1個。そうだ、持ってないやつ。最後1個持ってないやつ。うん。プライムのビガー。こっちはね、400日ログインボーナスで僕も持ってないモッドなんですけども。まあ、悪くはないんじゃない別に。あって損はないよね。持っておいて絶対損はないから、1枚は。欲しいかな。俺も欲しい、早く。うん。ミラージュにつけたい。あのね、結構ね、結局のところ、普通のコモンのさ、シールド上げる方かヘルス上げる方かの1枚つけるわけじゃん。結局は。まあ、フローと QT の構成っていうのはまあまあそこはもう例外として、まあその2枚のどっちかじゃん。だいたいビガーなんてつけないでしょ。ただね、うん、例えば棒板とかさ、まあ硬いのか柔らけいのか正直わかんないんだけども、そもそもあいつって CC がメインだから、そもそも食らう時点でもう悪い、ダメだよっていう感じの構成なんだけども、あとはめちゃくちゃ硬くするってなってくると、例えばクローマーとかだとヘルス上げた方が絶対いい。シールドなんてつけてる余裕があるぐらいだったらヘルスガン上げした方がいいかなっていう感じの構成になってくると思うし、なかなかねシールドとヘルスを両立してあげるっていうフレームが今のところあんまりないかなっていう。次、実装されるハローとかさ、あれはもうシールドガン上げ安定じゃん、正直言ってっていう感じの構成なんだけども、俺的にねミラージュはねかなりありなんじゃない、プライムドビガーつけてもいいんじゃないっていう。なぜかっていうと今息してるのが分身して特攻するあのビルドがかなり流行ってると思うんですけども、まあまあ分身ミラージュみたいな感じで言われてたりだとかするんだけれども、うん、ただねミラゲの分身って案外ね当たるんだよね、直接で当たったらめちゃくちゃ柔らかいから、そもそもシールドにばっかり振ってる構成が結構多いんじゃないかな、ミラゲの場合って。ってなってくると正直当たったら死ぬんですよ。うん、でそれも確率の問題だから、俺的に実はビガーがかなりいいんじゃないって俺は思うんだよね、ミラゲに関しては。まあ使ってみないとちょっとわかんないんだけども、ぜひね使った感想教えてください。生存率上がったよみたいな、下がったぞ逆にみたいな感じの情報欲しいです。僕もプライムドビガー欲しいです、早く。まあエンドないんだけどね。強化するエンドないんですけども。うん。で、1枚マックスまで強化するのに何歩使うんだったっけ？見てみましょうか、じゃあ。49,20ですね。で、クレジットが200万くらい、2M ぐらい取られると。結構取られるね。1枚強化するのにも。あとね、一つ言わせた。で、まあこのね、プライムドモッドは、トレードできます。プレイヤーと、他のプレイヤーと。なんですけども、そのトレード費用が絶対に100万は絶対かかると。絶対100万はかかっちゃうから、そこもちょっとトレードするとき注意してください。はい。あとね、まあ、見てたらわかると思うんだけども、実はプライムドファーストハウンドとかさ、クライオラウンドとかに自分2枚持ってるんですよ。なぜ2枚持ってるのかっていうと、まあ、トレード用とかじゃなくて、まあ僕、トレード基本しないんで、センチネルの方で、実は使ったりするんですよね。案外ねセンチネルの武器ってみんなね結構軽視しがちなんだけれども、強いっす、正直強い。あの惑星開拓ぐらいだったら正直センチネルの武器だけで十分です。きちんと育て上げたセンチネルだったらね、特にキャリアのスイーパープライムか、あれはもう最強武器です。はい。最強すぎるでしょあれ、ずるいでしょあれ、あれ多分バグってるよね、この武器バグってんすよ多分。あの何がバグってるかっていうと、なんかね一発当てるとねほぼほぼ状態上かかっちゃうんでね、なんか知らんけどショットガンだから 90% ってあんまり高くないんですよ、まあ、高い方か、全弾当てて90発だから 90% か 90% だから案外高いんじゃねえのみたいな感じなんですけども、あの精度悪いからそもそも 全弾当たんないんですよね。なのにもかかわらずなんか知らんけどほぼほぼ状態以上かかってくれるんですよね。だから CO とか案外相性いいんですよ。しかもスイーパーの場合、まあ衝撃とかね、まあ僕は放射と感染の構成にしてるから、まあ近接だからね、近寄る必要があるから特にスイーパーなんてほぼほぼかかるでしょうみたいな。で、衝撃も CO 乗るでしょ？感染も放射も乗ると。実は案外相性いいんですよね。案外ね、これあるとないとじゃあ CO の倍率がかなり変わってくるんですよね、実は。という感じです。はい、今回は。まああんまりね、動きがない動画だったんですけどね、絵的にもただ、なんか、もっとのここのアーセナル画面ただ見てるだけの動画だったんですけども、まあ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 、
これでねどの元がまあある程度有用なのかっていうのを分かってもらえたんじゃないでしょうか、まあ、知り得たんじゃないでしょうか。なぜかっていうと、まあ、昔のバロキチってそこまでレジェンダリーモッド、プライムドモッド持ってこなかったんですけども、今のバロキチって結構1回で結構持ってきてくれるんでね、案外ねデュカットで全部買えなくて右往左往してる人多いんじゃないかなって、じゃあどれ買えばいいのみたいな感じのちょっと困ってる人いるんじゃないかなって僕は思って今回やりました。はい、まあ、デュカットの集め方みたいな感じなのは、デュカットの効率のいいフレーム動画だったかな、そんなようなタイトルの動画僕のやつあるんでそれ見てみてください。まあ、ただ消滅してるだけなんですけどもね、はい、結論から言うとただ消滅してるだけと感じの動画なんですけども、まあ、ぜひ暇があれば見ていただけたら嬉しいです。あとチャンネル登録よろしくお願いします。ということでさようなら、バイバイ。